本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 独家冠名播出。这一期《众生》，我们邀请到的是著名的动画导演新海诚。新海诚导演前不久也是刚刚携自己的新作《铃芽之旅》登陆中国，而《铃芽之旅》呢，更是刷新了他在中国的票房记录。之前在他的作品当中，我们看到了太多次关于爱情美好的样子，而这一次在纯爱背后，我们看到了新海诚更多关于现实的客观表达。在去往柏林电影节参赛之前，新海诚导演特意抽出了宝贵的时间，接受了我们的邀约，和蔡康永先生进行了一场非常有趣的谈话。拯救世界是一个非常热血的抽象的概念。新海诚导演的电影《铃芽之旅》可以被定义为是一个在灾难之中得到了情感启蒙的故事。爱情打开了一个人的信心以后，这个人的信心爆发到了一个灿烂的程度，会需要用拯救世界来符合这个灿烂的高度。所以主角呢，他的内心被打开这个开关以后，他相信了整个宇宙都跟他有关，这是爱情的魔力。有一天他会知道爱情是不是真的是这么回事。起码在故事里面我们看到他被赋予了这样的信心。在一个所谓有历史的都市里面，讲故事的人呢，会觉得这些故事的来源可能就是都市的某一个角落长久以来的一个传说。新海诚的电影里头，很多传说是住在日本的人，住在东京的人能够看一眼就知道它发生在哪里吗？御茶水大家还是很知道的，铃芽之旅就是那个御茶水之战。僕はその本当に新海誠先生が大好きで全部見たんですね、作品を。感動したシーンは颯太さんがスズメに助けられたシーンが感動しました。最後に、はい、スズメがちっちゃい頃のスズメに椅子を渡すシーン。絵本を塗るじゃないですか、スズメちゃんが。そこで3月11日っていう、東日本大震災ので、そこから日記が黒くなったから、ああそういうことなんだなって分かってちょっと感動しました。我以前看新海诚的电影的时候，都觉得这个人怎么了？你看宫崎骏的动画，就觉得说神隐少女也好，龙猫也好，那些人所搏斗的那个生命的状态，是我也挺熟悉的生命的状态。轮到看新海诚的时候呢，我就觉得说，哎呀，这些人很受苦，可是怎么他搏斗的那个东西是我非常不熟悉的东西。我作为一个观众跟新海诚的作品不亲近，可是我对这个创作者还是充满了好奇。我觉得能够做出一个让我感觉既陌生可是又会受到震撼的作品的人，是很值得了解的。本节目由北欧豪华旗舰型轿车沃尔沃 S90 独家冠名播出。本节目由源自北欧挪威的高端天然饮用水品牌 WOS 赞助播出。很多人看新海诚的电影都被当中景色的美丽给深深的感动。根据导演自己的描述，他说他年轻的时候开始就会在心情不好的时候，从大自然的风景上得到很多的安慰。是不是新海诚导演在对曾经安慰他的大自然做出一种报答的报恩的这一种感谢的行为呢？そうですね。確かに僕はその田舎で育ったんですけれども、山の上の方の山の間にあるすごく小さな町で育ちました。その時の僕にとっては空が映画のスクリーンみたいな感じだったんですよね。空を眺めるのが好きな子供でした。とても田舎だったので、まあなんていうか空の色がどんどん変わっていくんです。こう空を1時間2時間見てるとどんどんこう空の色が変わっていって、雲の形が変わって日が沈んで星が出てくる。それが僕にとっては映画であったりとかエンターテインメントのような感覚があって、たくさんのものをその田舎での生活でその風景からもらいました。まあそうですね、それが今やってる仕事がその恩返しになっているかは分かりませんけど、ただもらったことはすごく大きかったなというふうに今も思います。僕が学校生活で一番覚えているものは、窓から見ていた風景なんですね。あるいはその窓から差し込む光の角度とかをよく覚えています。その季節によって少しずつ光や影の角度って変わるじゃないですか。学校の壁に当たっているその光の面積とか、そういう学校生活の風景をすごくよく覚えています。勉強よりも本当にそういう光とかそういう風景の方をよく覚えていて、でもそれは今の僕の仕事をすごく助けてくれているとは思いますね。现在工作上如果遇到问题，还会像以前那样出去走一走，走很长的路，就可以消化吗？今のまあすずめの戸締まりを作ってる時は、まあ日本ではちょうどそのまあコロナ禍パンデミックだったんですね。パンデミックだったのであんまり外に出ることができなかったんです。人と会うこともできなかった。ただ東京に大きなお墓があるんですけど、お墓に行けば誰もいないんですよ。ですので僕はよくそのお墓に行って周りに誰もいないのでよく散歩を楽しんでましたね。有感觉到死亡的气息吗？そういう時にお墓に行くと周りには六本木ヒルズとか東京のこう高いビルがたくさん建っているんですけど、ああいうこう巨大なビルが全部墓石、お墓のように見えるような瞬間はありましたね。いつか東京から人がいなくなってしまってビルが全部廃墟になってしまう未来があるのかななんてことを想像しながら散歩していました。我在以前的访问中看到新海诚导演形容自己是一个底色悲哀的人。我不知道现在隔了这么多年，他是否还觉得自己是底色悲哀的人，还是有了别的底色？まあ日本語だと喜怒哀楽って言って、まあ喜びと怒りと悲しみと楽しさ、まあそのうちのどれかで言えばやはり今でも悲しみが自分の中にずっとあるような気がします。その意味では変わっていないですね。悲しい感情がやっぱり創作のベースにどこかあるような気がします。嗯，在《铃芽之旅》当中，拍了很多的废墟，导演自己平常会去拜访这些废墟吗？いくつか実際にまあロケハンとして廃墟も訪ねました。日本ではやっぱり少しずつ廃墟が増えてるんですね。人口がだんだん減ってきていますので、人が住まなくなった場所というのがだんだん増えてきています。ですから。今の日本を舞台にした映画を作ろうと思った時に、僕は廃墟を描きたいというふうに思いました。废墟给导演的感觉是什么？廃墟ってこうまあ美しいいや怖いですよね。怖いなというふうに思います。怖いのと同時にやっぱりどこかちょっとこう美しいとも思うんです。廃墟って人間が作ったものがだんだんこう自然に戻っていく工程過程だと思うんですよね。ですからこう自然に帰りつつある場所というのはどこかこう安らぎみたいなものも与えてくれるなというふうに思います。それは寂しい風景ではあるんですけど、どこか美しくて安らぎを与えてくれる光景だなというふうに思いますね。在《铃芽之旅》当中，主角们再一次面对的是，你如果有能力可以阻挡灾难，可是这个阻挡灾难的机会跟你好好谈恋爱的机会，两个中间是有冲突的啊，要怎么样做选择呢？导演现在有女儿了，导演还是忍心把世界描述的充满了灾难吗？このすずめの戸締まりという映画は、日本で12年前に起きた大きな地震、東日本大震災がまあ設定のベースにあるんですね。ただ東日本大震災を描こうと思ってこの映画を作り始めたわけじゃないんです。この映画のストーリーを考えていったら、どうしてもその震災のことを映画の中に入れなければ成立しないというふうに、だんだんその考えが変わっていきました。むしろ震災の方から、災害の方から映画の中に入ってきたっていう感覚の方が強いんですね。それは多分日本がとても災害の多い国だからだと思います。そうですね。地震もたくさんありますし、台風の被害もあるし、パンデミックもあったし、やっぱり、日本に限りませんが、どんどん災害が増えていますよね。災害が増えつつある世界でエンターテインメントを作っているのだから、どうしてもその中で災害を扱わざるを得ない。そうですね。そういう気持ちの方が、災害を扱わなければいけないというよりは、災害からこっちに入ってきてしまう。そういう気持ちの方が強いですね。嗯，导演的女儿看了新的这部电影，她的反应是什么？嬉しいことに娘はこの映画を見て泣いてくれたんですね。彼女は今12歳で、日本で東日本大震災が起きた時にはまだ0歳でした。ですから震災の記憶がないんです。僕は今でも信じられないんですけど、あれは本当に大きな災害だったので、日本人であのことを覚えていない人がもうこんなにたくさんいるということが信じられない思いなんですが、でも僕の観客の今は3分の1ほどがあの災害のことを記憶はしていません。それでもすずめを見て泣いてくれたことがとても嬉しいですし、この映画を見ることでそんなに昔じゃない、かつて、日本にこういう災害があったんだということを娘が知ってくれることもとても嬉しいなというふうに思っています。東日本大震災を元にして作られたから、その世界観がすごい好きでした。そうですね。日本の現状に触れながらっていうところで書かれてる作品だったので、とても感動しました。やっぱり最近海外でも地震があったりして、すごい人事じゃないなってすごい思うんですけど、でもそういう時こそ人と人とのやっぱ支え合いというか、協力し合うのがすごい大事なんだろうなってすごい思わされました。で、なんか行ってきますって最初、その当時震災があった日にみんな行ってて、でもただいまが言えなかった人がいっぱいいる。で、それで最後にすずめがただいまって一回もなかったセリフで、最後にただいまっていうセリフがあって、そこにここで「ただいま」って誰も言えなかったのを最後に言ってんだなって、それに思って感動しました。因为新海诚的电影所涉及的灾难，其实常常也是日本的居民会感觉很切身的灾难，像地震这些，所以他应该是试图要提出一个我们看待地震的方法。是让人比较不那么绝望的，可以面对天然的灾害。对，我觉得他的电影可能对日本的观众的震撼更加的大，是因为很多人尽管不是在东北，在东京当时的震感非常的强。嗯，我也是第一次经历那时候就趴在那地上了，站不起来，就是晃到这个程度。嗯，对，因为像地震这种天灾突如其来，它。最让人感到恐怖的事情是没得商量，就是既没有理由，也没有任何判断的依据。嗯，然后它当中也不含着任何对个人的爱憎，就是它就是发生了。嗯，所以如果传说故事能够提供一个说法，让人觉得我跟这个灾难还有一丝沟通的空间，会带来一些安慰。我觉得天地不仁，以万物为刍狗。剧中的角色为了跟天地不仁相处，没有办法把自己的人生放在最前面，这个是无可奈何的事情。你面对天灾要找到一个跟他沟通的方法，找不到的时候只好以身相许。这不太是爱情故事，我觉得确实是一个在告诉了脆弱的人类说，当你认为天灾没有什么可以商量的时候，这个故事提供了一个角度，让你觉得天灾是可以沟通的啊。那可是沟通的过程其实也牺牲了不少东西。新海诚导演，他从事动画制作的过程在，刚开始做的时候，他自己也说自己其实不是很清楚人生的方向。所以我想要请问导演，就是你从不太知道自己要做什么，是有很明确的一个转捩点让你知道自己的人生方向吗？そうですね。僕はまあアニメーション監督になろうと人生で思ったことは一度もないんですね。まあ自分が何をやりたいのかよくわからない青春時代があって、最初は大学を卒業した後ゲーム会社に入りました。そのゲーム会社でまあゲームのオープニングムービーを作ったりとか、その時は本当にこうサラリーマンとして生活していて、朝早く起きて東京のこうすし詰めのこうたくさん人が乗った満員電車に乗って、1時間かけて会社まで行って、で夜中までかけて仕事を終えて、毎日最終電車で家に帰ってくるような生活だったんですね。それをこう何年も続けているうちに、自分のこの生活そのもの、毎日電車に乗ったりコンビニに行ってお弁当を買ったりするような、この何でもない生活そのものをアニメーション映像として作りたいという気持ちにだんだんなっていったんですね。それがまあ30手前ぐらい、27歳8歳ぐらいの時でした。ですので、そこから会社勤めをしながら少しずつ夜中自分の家に帰ってきた時に、家で少しずつアニメーションを作り始めて、今の現代の日本を舞台にした何でもない風景を切り取ったようなアニメーションを作り始めて、そのことがやっぱりすごく楽しくて、映像制作を通じて自分自身を表現することができるんだということがだんだん分かってきて、その繰り返しがまあ今のその監督の仕事につながりました。导演显然是一个很投入工作、很积极工作的人，喜欢写小说，想要画漫画，最后却选择了做动画。动画是这三件事情里面最麻烦的一件事，所以这表示导演你是一个很专注的人，你立刻就找到了专注的方向吗？確かに僕は最初はそのゲーム会社に勤めながら一人でアニメーションを作り始めはしたんですね。ただ、まあ、どうしてアニメーションかと言われると、一人でできるからだと思ったんです。まあ、当時もパソコンもありましたから、アニメーションってとりあえず絵を描けば、まあ、パソコンを使えば映像にはできるじゃないですか。でも実写映像を作ろうとしたら役者も探してこなければいけないし、こういろんなスタッフを探さないとライブアクションは一人では作れませんよね。でもアニメーションであればなんだかこう一人で作れるような気がして、まあ、始めてみたら、これは大変だということを後になって気づいたんですけれども、でもそれまで小説も書いたことなかったですし、漫画家でもありませんので、僕にある技術は、まあ、ゲーム制作の技術とか、まあ、コンピューターを作って映像を作る技術だったんですね。ですので自分にある技術で物語を語ろうと思えば、アニメーションを使うのが自分にとっては一番自然な選択でした。这样可以说你是一个好胜的人吗？まあそうですね。負けず嫌いなのかもしれないですね。自分だといつもね、こう冷静なつもりでいるんですけど、実はやっぱり見返してやるという気持ちはあるのかもしれません。全世界有没有哪一个人是你最想要向他证明你自己的？昔は自分が片思いをしている相手、自分の好きな人に自分の作ったものを見てもらって見直してもらいたいという気持ちはありましたね。ただ今は具体的な誰かにこれを見てほしいというよりは、その自分が一生きっと会うことがないんだろうなという人に映画を見てほしいというふうに思うようになりました。日本人でもなくて、ずっと遠くの国に住んでいて、きっと僕の人生の中では一度も直接会うことができない人、その人が何かの形で僕の映画を見てとても面白かったというふうに感じてもらいたい、そういう気持ちの方が強いですね。なんかそう、新海誠監督のアニメーションで三宮橋のエリアが何個か使われてるっていうのは知っていて、でこの踏切なんかあれですよね、すれ違う男の子と女の子すれ違ったシーンかなんか、あと結構ここで頻繁に写真を撮ってらっしゃる方とかがいるので、きっとなんかファンの方が来て写真撮ってるんだなというふうに思ってました。非常微妙的就是新海诚的作品里透露出一种常常散发出一种疲倦、厌倦跟不自信，这三件事情都是我认为你要拍成一部电影的时候其实是阻力的东西，因为拍个电影需要很大的冲劲，需要热情，然后需要组织力，需要很大的对人生的向往，才会花那个力气去完成一部动画电影。所以对我来讲最大的矛盾就是他的角色都长这样，他就能够克服万难去拍出一部电影来描述这样子的角色，这对我来讲很神奇。我问了他一个问题，其实也应该是我很想要问所有我的来宾的问题，就是你到底你在全世界最想要跟谁证明你自己？我觉得不管我们在做什么事情，我们似乎都想象着我们要向某一个人证明我们自己。新海诚的回答是，他从拍第一个作品就被人家讲说这不成立为一个电影，然后到拍后面的作品还被人家讲这不成立为一个电影。他说他每一次都想要向这样讲的人证明说，我下一个电影，我下一个作品就会认可说这是一个作品。这不颓啊，这简直就充满斗志。所以我觉得是不是颓是他自己认为的一个气氛，而不是他真正的活下去的一个立场。像《铃芽之旅》这样的电影，镜头接近2000个，每个镜头都要经过讨论嘛，等于要开将近2000次的会嘛。はいはいはい。そうですね。1000回以上していると思います。はい。所以会感觉已经失去了当初做动画的乐趣吗？今はやっぱりアニメーション作る楽しさは自分ではよく分かっているんですね。ただ、デビューしたばかりから何年か経ったあたりまではアニメーション作ることが苦しかったです。例えばその「星の恋」というデビュー作はもう本当に自分の情熱に突き動かされて、自分の仕事というよりは自分の好きなこと、自分の趣味として作ったんですよ。でも次の作品は仕事になったんですよね。自分が監督になったので、監督として仕事としてアニメーションを作らなければいけなくなっていった。ですから趣味がなくなってしまったわけです。好きなことがなくなってしまって、それが仕事になってしまったから、その時期はちょっと苦しかったですよね。僕は息抜きは何でやればいいんだろうと、アニメーションを作ることがかつては息抜きだったのに、それが仕事になってしまったから、まあ苦しいなと思った時期はありましたね。でも光が綺麗な感じ。一番好きなのは「君の名は」です。もうこの世にはいなかったっていうのが分かった時はもう本当に僕もショッキングで、最後タイムスリップというか奇跡が起きてこの場所で出会えたっていうのは本当に感動しました。俺、君をどこかで私も君の名前は。导演，你的电影当中，有很多远距离的恋爱，从故事看起来，好像那个距离是克服不了的。你自己觉得远距离恋爱可行吗？僕も個人的には遠距離恋愛を乗り越えることができた経験はないですね。遠距離恋愛したことあるんですけど、うまくいったことはないです。ただ近くにいたらじゃあうまくいくかっていうとそんなこともないと思うんです。人の心と心の距離というのは物理的な距離はあまり関係なく、隣にいてもすごく遠いということはありますよね。ですので。まあ距離、そうですね、実際の距離ではなくて、まあその人が本当には何を考えているのか、その人のことを想像することが大事なんだっていうのが、まあ、僕がかつてうまくいかなかった遠距離恋愛から学んだことで、それは今となっては観客の心を想像する、そのことにつながっているような気はします。彼女のことを知りたいっていう気持ちが今は観客の気持ちを知りたいという気持ちになっています。以前的很多你的角色都没有完全的，没有很早就把他的感情告诉对方，做出爱的告白。导演是不是觉得不需要讲那么清楚？只要单方面喜欢对方，爱情这件事情就已经完成了，不需要让对方知道。そうですね。どうなんでしょう。どうですか？片思いだけで愛は完成できますか？我认为是一种很悲惨的完成。そうですね。はい、僕も片思いの経験たくさんあるんですけど、でも愛は完成したかどうか分かりませんが、片思いに教えてもらったことはすごくたくさんあるような気がします。片思いの経験が僕に秒速5センチメートルという映画を作らせてくれましたし、そういう経験はなんか何でも映画に結びつけちゃってなんですけど、映画作りと似てるような気がするんですよね。こちらが一方的に愛の告白を観客にしている。観客が愛してくれるかどうかわからないけど、でも自分が相手のことを好きでいる、自分は観客のことが好きだと、その片思いをずっと続けているっていうのは、まあもしかしたらそうですね、今までの自分の実際の片思いの経験が、まあ映画を作らせ続けてくれているのかもしれないですね。我们从小就被电影、小说、流行歌曲一再的告诉我们爱情有多重要。导演现在会觉得爱情在人生当中的地位是被高估了吗？僕がやっぱり学生の時とか20代の時は、まあ男女の愛というのが自分にとってはとても大事でした。やっぱりその女性にどう見られるかとか、女性にどういうふうにこう好きになってもらえるかというのが自分にとってすごく大きな問題だったんですね。だいたいうまくいかなくてうまくいかない感情が自分に物語を作らせてくれたとも思います。ただだんだんこう年齢を重ねていくと、他にもたくさんの愛があることには気づくだと思うんです。僕は今子供がいますので、娘がいますので、娘への愛情はやっぱりかつて自分が20代の頃に抱いていた異性への女性への愛情とはやはり違うものですよね。あるいは猫を飼ってるんですけど、やっぱり猫を大切に思う気持ちも愛情だし、一緒に映画を作っているスタッフへの気持ちもやはりそれは愛情だなというふうに思います。ですからそうですね。男女の愛をまあ高く見積もりすぎているというのはあるかもしれないですよね。他にもやっぱり同じぐらい大切な愛というものがたくさんあるし、その一つ一つがまあ映画であったり物語の中で描くに値するようなまあ感情だと思います。我没有觉得新海诚导演只谈爱情，我觉得新海诚导演比较把成长跟仪式连接在一起，然后这个仪式呢，常常是以爱情呈现的，所以他选那个主角啊，常常都是在某一个年龄，就是让我们觉得他快要蜕变了，然后爱情成为这个蜕变的一场洗礼。然后你洗完之后呢，我讲他洗礼是真的洗礼，因为他电影里人常常淋大雨啊什么的，所以洗完之后他就真的就仪式完成。我认为它是一个启蒙的过程。如果你很熟悉新海诚的作品呢，会发现他经常让年轻人担负抵抗天灾的责任啊，这当然是使得故事非常的有趣。可是相对而言，我就会好奇，导演是觉得，如果让年轻人体会能够阻挡天灾的责任感，会帮助他们成长吗？そうですね。僕は難しい質問ですね。僕はまずエンターテイメントとして単純に楽しんでほしいというのが一番最初にあります。映画一本見るって結構大変なことだから、まずは楽しんでほしいというふうに思うんですね。でも、なんだろう、その映画館から出た時に自分が少しだけ成長したっていうふうに思ってほしいとは思っています。自分が少しだけ強くなった。例えばジェットコースターって怖いじゃないですか。あるいは、遊園地のジェットコースター、あるいは遊園地のお化け屋敷ですかね。ホーンテッドマンションですか。お化け屋敷とか、怖い思いを人は時々したがりますよね。遊園地に行ってジェットコースターに乗って怖いって思ったりとか、お化け屋敷に行って怖いって思ったりする。でも、そこから降りてきた時に、ちょっとだけこう自分が成長するんだと思うんですよ。何かを乗り越えて少し強くなる。現実に立ち向かう力を、そういう遊びから少しだけもらうことができる。映画もそういうものであればいいなというふうに思いますね。可是在比较早的电影当中，你有很多主角都对生活没有什么热情，一直都陷在自己的情绪里面出不来，也就是我们说的很颓丧的人。导演，你曾经是一个颓丧的人吗？还是你一直都这么积极的工作呢？僕はいつもポジティブなわけではないです。ずっと落ち込む時期もありますし、特にやっぱり20代の頃は僕は結構暗かったというか20代の頃は自分のアニメーションという目標を見つける前はやっぱりこう苦しかったですね。悩みばかりあって、自分が何のために生まれてきたんだろうというふうに悩むこともたくさんありました。ただアニメーションを作り始めてからはやっぱり自分はこのために生きてるんだというふうに思うことができるようになってきたので、そうですね、アニメーションを作ることが自分の人生を救ってくれているとは思います。でもそういうふうに作って公開した映画が、やっぱり褒められた時は嬉しいけれども、でも批判された時はやっぱりものすごくダメージを受けるんですよね。なのでその繰り返しですね。批判されて、でも今度こそは褒めてもらいたいっていうふうに思って作って、褒めてもらえたら、生きていてよかったというふうに思って、批判されたら、僕なんか本当にダメだと、作る意味なんてないって思って、今度こそ褒めてもらおうと思って、そういうことの繰り返しをずっとやっています。导演在大学的时候决定不做家里面的建筑方面的工作，好像当时有跟父亲说明。你觉得必须要做的事情不是建筑的工作，后来是在哪一个时间点，或者是哪一部电影，有让你的爸爸觉得你做的选择是对的？そうですね。今では父は僕のことを確かに認めてくれていると思います。ただ父に認めてもらうまではやっぱり何年かかかりました。一つ父が認めてくれたきっかけが NHK っていう日本の公共放送があるんですね。田舎の両親であれば誰もが見ているようなテレビの放送局があるんです。NHK にインタビューしてもらった時に、誠はちゃんと仕事してるんだなというふうに父親が安心してくれたんです。ですからそうですね、NHK という、放送局には感謝してます。我開始做節目的時候介紹的是漫画。我的爸爸不知道我的节目在做什么东西，后来我开始访问重要的人，像导演这样的人的时候，他才觉得放心，我是在做正经的节目。そうなんですね。そうか、やっぱり父親というのはある意味でやっぱり仕事をしていく上での大きなハードルにはなりますよね。从哪一个电影开始，你会邀请家里的人去电影院看你的作品？いや、一番最初に見てほしいと思ったのはやっぱり自分のデビュー作でした。星の恋というとても短い、20分ちょっとのロボットアニメを作ったんですけど、やっぱり今思うとすごく未熟な作品ではありますけれども、でもその時の自分の全力で作ったものだったので、両親に見てほしいというふうに思いました。両親は見てくれはしたんですけど、でも SF ロボットアニメだったので、ちょっとよくわかんないなという感想でしたね。他们有称赞吗？あんまり褒めてくれなかったですね。我很开心，新海诚导演有告诉我说，他邀他的父母去看，然后他父母看完之后，也不是很看得懂，然后经过解释之后，就讲了一句话说原来是这个意思啊，也没有称赞就离开现场。这对我来讲真的是太熟悉的一件事了。就是我一开始得到机会在报纸上面写专栏的时候，我是非常开心的，因为跟我一起写专栏的那些人都是我从小就觉得很厉害的写作者。然后呢，我就很努力的想跟他们写的不一样，希望每周六别人看到这个报纸的专栏的时候，认为说，哎，这个人跟前面5天的人都不一样。然后我写了这些东西以后呢，我觉得我爸爸第一个肯定觉得这些东西不正派，第二个就是看不懂。所以后来每周日呢，就会发现桌上放了一份周六的报纸，就我爸就会默默地把这份周六的报纸折好以后放在我的桌上，表示他替我留下来了。可是在他在世的时候，从来没有一次告诉过我他对我写的东西有任何的见解跟想法。他甚至不会说很好笑，或者很可恶，或者太不正经了，都没有。就是他持续的把这份周六的报纸折好放我桌上很多年，然后这件事情就结束了。所以我非常能够体会新海诚讲这个爸爸妈妈看完电影以后说，啊，原来是这个意思，然后就走掉了。新海诚导演从一个游戏公司里面突发奇想的决定自己一个人把一部短片给完成。我相信完成短片那一个过程，可能就是当时是燃烧到只剩灰烬的那个程度。我想问一下新海诚导演，就是回头看20几岁的时候，你希望别人在背后怎么形容你？现在这个想法有没有改变？そうだな。僕はなんかいろんなことが苦手なんですね。人と話することもそんなに得意じゃないし、絵を描くのもすごく苦手だという意識があります。それでも他の人より少しだけ僕がうまくできることが、アニメーション映画を作ることだと思うんですよね。ですから、僕を知らない人にも、アニメーション映画作ってる人だねっていうふうに、見てもらえるのが一番嬉しいです。导演现在回头看你一个人做完一个动画短片的过程，你会觉得是过度乐观了吗？现在重新来一次，你会选择不要一个人做完这整件事吗？いや、もうできないんじゃないかな。もうあの時の若さやあの時のようなこうがむしゃら、その誰かに認めてほしいという強い気持ちはやっぱり年齢とともにこう弱くなっていくので、やっぱり一人は難しいな。自分一人だけでできることなんて何もないなというふうに今は思っています。昔はアニメーション確かに一人で作りはしたんですけれども、今は本当に「すずめの戸締まり」なんかは1000人近いスタッフが集まってくれてるんですね。やっぱりそれがとても楽しいんです。自分にできないことを、自分にできないことができる人たちがたくさん集まってくれてるのがとても楽しいので、やっぱり自分の力をはるか超えた作品になるんですよね。今はその仕事が楽しいので、大規模で大人数で作品を作ることを続けていますけれども、でももしかしてその作品を作っていくうちにだんだん売れなくなっていって、スタッフを雇うことができなくなっていったら、最後は一人に戻ってもいいかなというふうに思ったりもします。所以从现在开始看接下来的人生会一直继续做动画，这个是导演想要过的人生。そうですね。できればアニメーションを作り続けたいですね。僕今50歳になったばかりなんですけれども、あと何本作れるんだろうか、あと何年この仕事を続けられるんだろうかって最近やっぱりよく思うんですよね。1本作るのに3年ぐらいかかりますから、もしかしたら本当にあと数本しか作れないんじゃないか、そういうことを考えると怖くなりますが、でもなるべく少しでもいい映画を残していきたいなというふうには思っています。我原来认为我会遇到一个偏向，即使他在我面前极度想要表现的开朗，可是其实整个人的情调是偏向阴郁的人。然后我面对到的新海诚是一个高度社会化以及专业的，而且正经的人，很正派的人。就是我没有看到那个我想象中的阴郁的部分。然后那个东西到底是从头到尾都不在呢，还是那个东西已经没了？我没有办法判断。我所拥有的线索只是我访问过他这短短的一段时间而已，然后从这一段短短的访问他的时间，如果得到一句话的话，我会觉得是一个相信自己在做什么的人。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐、新浪综艺、上知乎、搜众生和知乎答主一起热聊节目话题。你现在身上有没有什么习惯是你想要改掉的？やめたい習慣、ああ、お酒を飲みすぎちゃうことですかね。お酒好きなんで、でも健康に良くないですもんね。我的朋友说，如果不让他喝酒，他会不快乐，那样对身体也不好。まあそうだね。週に1、2度適度に飲めるぐらいまでこう自分を律することができるようになりたいですね。嗯。导演，你觉得自己有什么特质是对你很重要，可是还没有人了解的？你会希望别人能够了解到这个特质？知られたくないことはいくつかありますけど、それはやっぱり知られたくないからここでは言えないですね。まあそんなに大したことじゃないですけど、はい、そうですね、知ってほしいけど知ってほしくないけど知ってほしいこと、いやでも分かんない、難しい。例えば何かありますか？主持人就是因为不想让别人了解自己才当主持人。それはいい仕事ですね。